オッケー、当たった、乗っとる、おっしゃ。マジで虫除けはした方がいいです。マジで。はい、ふきちゃんです。今日も大井川町港来ました。遊連ですね。今時間が5時2分で、ちょっとこのレゼルブのジュニアで、狙っていこうかなと思います。ちょっと岸際中心に行きます。いつもやるポイントです。ちょっと小魚とか、虫系をイメージして。トップで出るかわかんないですけど、うわ食った出た取れたかな、多分ギルだな。ポンすごい跳ねとるな。ボラが、ボラがサイズでかい、4、50。打てたな。ちょっと出てる気がするな。時間帯かな。ネコリケでやっていきます。トップの反応がいまいち。4.8 にこだわりたいな。 4.7 か食った。 OK、 ホールだ。ホールで食った。何これ。 OK、 よいしょ、よいしょ、じゃあ、ボールで。来ました、ガッポシ。ガッポシ。ちっちゃいけど。ドラッグスティック。ネコリグ。ホールで。なぜかホールで。ちっちゃいな。さっきこの辺でもう持ってっとった。ホールで食うってことは本当にこの辺いいんだね。そうそうそう、ドラッグスティック結構ホールで食うでな。結構当たるけどギルバイトっぽいんだよね。リリガとギルのあたりわかんないんだよね。ああ。当たった。ここなんかある。結構いろんなある。お、ここめっちゃあるわ。ブレイクじゃねえの。当たった。うわ、当たったぞ。
けどもってか、うん、フリーリブだとさ、その当たりが感じてないかでかいかどうか分からないで、マジ来たらいいなと思ってガーンって合わせた時に結構重たいじゃんと思って、うん、めっちゃ低いやんこれと思ったらちっちゃかった。本当にめっちゃスローに動かすのがいいって、その動かし方に帰った瞬間釣れたからな。本当あのあれだっけ、マッチとかおるやん、うん、わ、なんもねえな。こっからか。岸がおるよ、ここ。うん。当たった。うわ。あ、乗っとる。おっしゃ。めっちゃいいよね、ここ。めっちゃおる。よいしょ。ドラッグスティック。もう全部飲むな。はい、ドラッグスティックで釣れました。2匹目。ブレイクラインで来ました。今日はこれで終わろうと思います。今日は、ドラッグスティックで、2匹釣れました。ドラッグスティック結構釣れますね。おすすめです。はい、では、最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。